日本中の皆様、それから海外の皆様にたくさんのご支援いただきまして、子どもたちは本当にこんなに元気にやっていますので、皆さんからのご心配、それからご協力、大変ありがたく思っています。どうもありがとうございます。子どもたちは本当にいつもこう使っているおもちゃとはまた違って、色合いとかも優しくって、で目にするものもまた真新しいものとかもあって、子どもたちがすごい喜んでいるので、とてもありがたく思っています。はい、ハッピープレイバス自体はですね、2012年の春なので、もう4ヶ月ぐらい、5ヶ月ぐらいにはなりますね。はい、文字通りに東北地区と関東の本当に東日本の地区を、対象としてやろうとしてるんですけど、今はとりあえずまず東北地区に重点を置いて、宮城県を主に保育所を回っております。IKEA の、ビジョン自体の中にですね、世界で一番大切なのは子どもたちというものがありまして、でこの震災で例えばおもちゃが流されてしまったとか、保育所自体がなくなってしまって、なかなか体遊びを思いっきりすることができないという現状がありますので、そこで私たちにできることはないかということで、思いっきり遊んでもらうためにおもちゃを乗せてこのように回ってます。結構先生方の話を聞くと、もうこんなにこうパーッとした顔久しぶりっていうように、本当にどの子も生き生きと遊んでくれて、こっちまでちょっとパワーをもらえるような感じがして、毎回毎回とても楽しみです。みんなで一緒に遊ぼうねー。